はい、今ねどこにいるかっていうとね、タイのバンコクにいます。バンコクのスワナプームの国際空港から今タクシーを利用してね、これから市街地ホテルに向かうところです。久々9ヶ月ぶりということで、今日まあ朝予約しないときね、昨日の分か言えるね、ちょっとまあでもアリチェックインかもしくは1泊分払ってもいいかなと思って今から、宿に向かうところです。ということでタクシーね今乗りました。ちゃんとね、メーター使う感じなんで、一回俺メーター使わないって言われたことは、ないことはないか。深夜乗るときね、結構そういう使わないたくないって言ったらあるけど、なんていうかな、使うタクシー見つけてって感じなんだけど、まあ、交渉性の方がやりやすい点もあるかもしれないけどね。あと一回もぼったくられたかありません。今何時かっていうと、深夜ってもう朝方か、5時ぐらいです。なんでまあ、その、6時半ぐらいからシティエアポートリンクが出てるんで、それで行ってもいいと思ったんだけど、まあ、1時間半も待つのはきついですからね。ということで、こんな感じで今、います。で、そこのところ、変わったね、なんかタクシーね。久々9ヶ月ぶりだけど、そこのところの緑のところ、そこのね、緑のところにメーターになってるんだけど、ちょっとこれだと読みづらいんだけどね。こんな感じでそこのところ、ちゃんと 35% から上がってます。高速使う場合ということで、それプラスアルファでお金払わないといけないんだけど、あ、チップに関しては、まあ、50バーツぐらい最低あげた方がいいかなって感じします。空港を出るときに、あれお金かかったかな、あ、空港入るときかなって忘れたけど、それを払う感じです。ということで、まあ、基本的にはチップは50は最低あげるようで、100とかもしかしたらあげる可能性もあるけどね。こんな感じで今、乗ってるところです。朝5時なんでね、非常に空いてます。久々の、バンコクってことでね、かなり楽しみですね。いやー眠いっすわマジで。まあ、今日ちょっとアーリーチェックインか、もしくは1泊分払ってね、ゆっくり寝ようかなと思ってます。これから一睡もしないですね。